はい、講師の佐々木ロミです。本試験を前にラストスパートしなければならないのに、集中できないと思っていらっしゃる方、もしいらしたらですね、これだったらまだマシといったものを見つけて、映画取り組んでいただきたいかなと思います。ひな型メンテナンスをするでもいいですし、そしてまた、解き慣れた過去問を一問一答形式で、例えば足のあばっかりを解いてみるとか、そういったところに、集中していただきたいかなと思います。でまた本試験当日難しいと思ってしまったとしても焦らなくて大丈夫です。落ち着いて解いていただければですね、2択これが本試験当日には取れるようになっているはずです。合格者だって、前足判断できているわけではないんですね。そちら落ち着いていつも通り解いていただきたいかなと思います。そうすれば、自然的に、2択取れるようになっていますので、ぜひそこを信じて、ご自身今までの努力を信じて、頑張ってください。それでは皆さん、ご分をお祈りしております。いってらっしゃい。皆さんこんにちは、レック専任講師の吉田です。本試験、7月2日はですね、迫ってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。おそらく頑張ってきた方々ほど、緊張もされているかなと思います。で、そんな皆様に、一言だけですね、アドバイス、させていただきます。はい、その内容ですけれども、決してですね、その本試験の当日、予定通りにことが運ぶなんてことはもうありえないということを、あらかじめ強く認識しておくべきかなと思います。もう絶対に予定通り、物事は進みます。進みません。小さいハプニングから中規模のハプニング、そしてこれはできればない方がいいですが、大きいハプニング、生じるんだと。絶対生じるんだと、それを前提に心構えをしといて、いただけるとよろしいかなと思います。で、中規模以上のそのハプニングが生じるとすると、どちらかというと午後の部記述式絡みかなというふうに思うわけですけれども、そんな時こそですね、ハプニングが生じた時こそ、今まで、頑張ってきた自分ですね、思い出してください。飲み会我慢していかなかった自分で、見たいテレビを我慢して勉強に、時間を当てた自分ですね、そういった自分をぜひ思い出してですね、16時に時計の針が鳴るまでですね、決して、諦めることなく、自分が現時点で取れる点数をですね、積み重ねていただければと思います。記述式に関して言うなら、必ず試験員の方ですね、頑張ってきた皆さんであれば点を取れる部分必ず用意してくれてます。その点を取らせてあげようとしてくださっている部分について、しっかりと点を取っていく。それで、基準点クリアというところに関しては十分かと思いますので、ぜひ、諦めることなくですね、しがみついて、16時まで、頑張ってください。以上です。はい、皆さんこんにちは、レック専任講師の荒川修一です。今年2023年の本試験に向かわれる皆様に、応援メッセージということでお時間いただきましたので、少々ね、お時間いただいてお話をさせていただこうと思います。はい、もうね、本当に直前期に来ていて、こう落ち着かない気持ちでいらっしゃる方がね、多くいるんじゃないかなと思います。見た目はどう映っているか分かりませんが、僕自身もかなり緊張するタイプなので、本当に本番直前なんて手が震えてしまうとか、もう気が気じゃないっていうような状況をいつも迎えていて、皆さんもこう本試験の時にそうだよなって思いながら毎年過ごしているわけです。そんな中で、このタイミングでね、お伝えできる何かがあるかなということで、考えていたんですけれども、少しこう準備、なんていうのかな、緊張する準備というかな、シミュレーションというか、そういうことをしていただいたら、もしかしたら、本当の当日は少しだけ、緊張感に慣れた状態で迎えられるんじゃないかなと思いますので、そのお話をねさせていただこうと思います。要するにリハーサルしときましょうというお話です。よく聞くのが、本試験の前日寝れなかったらどうしましょうかっていう話も聞いたりしますけど、寝れなかったとしても、大したことはないというような感じで、それで寝れないどうしようって思って不安になってしまうことで、余計なエネルギーを使っちゃうと当日少しエネルギーが足りない状態で迎えなければいけないので、だとしたらもう寝れなかったらどうするかなんていうのを考えておけばいいかなと思うんです。実際に寝ないで一日過ごしてみてどうだろう、パフォーマンスどうだろうってチェックするのもいいと思うんですけど、寝れなかった場合どんなことが不安かなって、
他の人に相談を受けてお話をするかのように、あ、寝れなかったとしたらこういうとこ気をつけて次の日行けばいいんじゃないとか、まあ、栄養ドリンク飲んでいけばいいんじゃないみたいな感じで、まあ、あらかじめもし自分が困ったなと思うことが起きたらどうしようかなっていう、その作戦を立てておいて、対策まである程度予定をしておいて、まあ、ある程度何があっても想定内ですっていう状況にしておくことが、まあ、当日ね、何かあった時にこう慌てちゃわない、緊張をしすぎない、一つのポイントじゃないかなというふうに思ってます。緊張すること自体は実はすごくいいことで、緊張感があるっていう言葉を使うぐらいですからね。なので緊張することは悪いことじゃない。ただあんまり緊張しすぎちゃうとパフォーマンスが落ち気味になるので、まあまあその時に、まあ、通常状態に近い方に戻れるように、まあ、あらかじめ慌てないようにシミュレーションしといたり、想定内にできるようにある程度、ね、対策をしておくなんていうことをやっておくと、当日なんかあった時でも慌てずにね、元に戻って、ご自身の実力を発揮しやすくなると思いますので、まあどこかで誰かがそんなようなことを言ってたなっていうのを思い出していただけるだけでいいのかなと思いますので、はい、皆さんの検討を、ね、期待しております。これにて応援メッセージとさせていただきます、ね、最後まで、ね、全力を尽くして来てください。応援してます。はい、では本試験ぜひ頑張ってください。皆さんこんにちは、レック専任講師の赤松です。私が考える合格者、それは自分の力を 100% 出し切った人です。この試験できない問題必ず出てきます。もうそれは仕方がないです。自分の力で取れる問題、それを取りこぼしないように 100% もう確実に取ってきてください。そうすれば合格があるはずです。試験時間中、とにかく今自分の力を 100% 出し切れているか、もうそこだけに集中して頑張っていきましょう。皆さんの合格を心からお祈り申し上げております。それでは頑張ってきてください。いってらっしゃい。はい、皆さんこんにちは。森山です。皆さんよくここまで頑張ってきました。本当にもう少しですね。もう少し頑張ってくださいね。最後まで諦めないこと。もしダメだと思ったら、今まで勉強してきたこと思い出してください。ここまで頑張ったじゃないですか。で、それから応援している人いると思います。応援している人の顔を思い浮かべてください。私たちも応援しております。最後まで諦めないで頑張ってくださいね。いってらっしゃい。皆さんこんにちは、レックス認講師の根本です。本試験では絶対にいつもとは違うことをやってきます。でも大丈夫です。ここまで、今年ここまで勉強できた皆さんなら乗り越えられるはずです。いってらっしゃい。